企画は一日三食ルーレットで出た色しか食べられない生活。ガチでやだ。やってまいりました。色はまず赤色、うん、青色、うん、おお。ねえだろ食べ物そんなん。マジであと一個は緑になります。赤と青と緑、緑です。あ、緑はちょっとまあ想像つくけどさ、やだよ緑、野菜嫌だもん。野菜しかないじゃん、うん、やだよ。運命のルーレット回します。せーの、最初ルーレット。いい余り物。何色が嫌か、せーの、緑。ちょっと嫌だ、ちょっと嫌だ。主食食べたい。あ、確かに。何でなの。辛いの食べれない。うちも辛いの食べない。早速やってこうやってこう、うん、じゃあこれで私から回します。ではいきます。はい、めっちゃ頼む頼む頼む。ガチキ、ほんとやめてくれ。やめてくれ、やめてくれ。無理無理。何あのさ、もしかしていいの、誰か好きなのか、いいなとか、まじ一番意味ある。嫌なの当たってるよ。いいなとか、だって緑やってたでしょ、前赤やってても当たってるもん。いや、絶対本当だよ、うち赤とか。だるい、本当だよ。だるい。やりたかったな、本当に。どこまでか、ちょっと。これ結構さ、明日の朝からスタートしますので、はい、頑張っていきましょう。はい、頑張ります。もうテンション下がっちゃってんじゃん。ガチでちょっと下げる。やだ、なんか困った。じゃあ頑張ろう。じゃあ明日の朝まで、レッツ色縛り。ヤッホー、青色さんチームでーす。現在時刻11時です。まず1食目、ガリガリ君を食べます。せーの、が3、はい、いただきます。うーん、おいしい。おいしいけど今食べるものじゃないよ。絶対冬だから今寒いよね。当たり前に今日は朝まで編集してて、朝からだから布団じゃなくてリビングで寝ようと思ってリビングで寝たらすごい体調が悪い。編集期間はリビングで寝ちゃうことが多いんだけど、やめた方がいいよ。みんなは体調悪くなるからやめな。アイスクリームは好きなんだけど、こういうガリガリ系は好きじゃないんだよね。ソフトクリームとか雪見大福とかが好きだよ。鈴鹿はみんなはどんな感じ、そこんとこ。あれみたい、なんだっけあれ、国政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 とか言ってる間にラスト一口です。これ当たらなかったんだけど、どういうこと。ではラスト一口いただきます。せーの、あ、ごちそうさまでした。よし、じゃあ他の色のチームの子、どんな感じ？ボーはい、ということで皆さんおはようございます。今日からね、緑縛りの食生活が始まるということで、結構きついなって自分的に思ってて、チョコを食べられないのがきついっていう、甘いものとかね。まあでも、ルーレットで当たっちゃったんで、まあこれはやるしかないんで、頑張ります。顔がブスなのをごまかすためにこれをしてるんですけど、まあちょっと大きいんですけど、まあそこは気にせずに行きましょうよ。じゃあまず朝用意したのはこちらです。じゃん、キュウリのスティックと、あとこれをつけます。味噌マヨネーズ、こんな感じですね。で、あともう一個はほうれん草のスープなの。キュウリの匂いがちょっと嫌なんだけど、まあ頑張りますね。気分だけでもね、あげようと思って、おしゃれなグラスに入れてみました。気分1ミリぐらい上がりました。ほぼ効果なしということで、はい、じゃあ1食目です。いただきます。朝にはいい感じのスープです。美味しい。まあ、本当はパンが食べたいよね。うん、きゅうりもね、じゃあ次は食べます。こんな感じつけたのでいただきます。うん、朝から野菜ってちょっときついくない。でも食べるものがこれしかないからさ、全部ね食べていきたいと思います。お昼はね、ちゃんとしたものが食べれるといいんですけど、スーパーとかで探していきたいと思います。お昼で会いましょう。バイバイ。おはようございます。朝ごはんやってきました。眠い。そして私は
このいちごのヨーグルトとレッドグレープフルーツというものを食べます。あとはトマトも食べます。頑張って食べていきたいと思います。なんか今日はこれを各自お家で撮るってなったんで、配達を全部今日の午前中にしたんですよ。でさっきピンポンってなるじゃないですか、ストーカードッキリをやられた動画が出てると思うんですけど、もうそれがトラウマすぎて過去一怖かったんですよ。もう怖いのは勘弁って感じですね。じゃあ開けたので食べます。いただきます。お、グレープフルーツの味する。美味しい。私このシリーズのヨーグルト大好きなんですよ。美味しい。ヨーグルトは美味しいですよね。続いてグレープフルーツを食べます。初めて食べるこれ、美味しいのかな。あ、でも美味しそう。うん、美味しい。メキシコから来たんだって。よく聞いたね。美味しいけどこんな食べれるかな。これ赤色勝ちだよね絶対。美味しいものしかない赤色。申し訳ない、青と緑ごめんね。はい、ではラスト一口です。はい、こっちも食べました。ごちそうさまでした。じゃあまた後で、バイバーイ。お昼の青色チームです。イエイ。美味しいのかわからない韓国のね、ぶどう味って言ったって、ぶどう味って言うらしいんだけど、食べてみようこれ。で、これはイチネグミみたいな。じゃあせーの、さん、はい、いただきます。これグミじゃなくてゼリーだわ。このさ、駄菓子屋とかに売ってるようなさ、あっ、さ、あっ、うん、あっ、ゼリーあんま別に好きじゃないからグミ食べる。いただきます。うん、もうさ、ご飯とか麺とかパン食べたいんだけど、食べ進めていきます。もう少しです。今頃何食べてるのかな。もうね、夜まで耐えられるか不安。この子たちを夜まで食べていこうと思います。では次の子たちどうぞ。はい、ということで今からお昼を食べるんだけど、本当に救世主、助かる主食がありました。それがこちらです。贅沢じゃそば。イエーイ。ということでこれのね、抹茶のおそばがあって、めっちゃいい匂い。緑ってさ、全然ないと思うじゃん、まあ、野菜だけかなみたいな。でもなんと試食があったんで、もう本当にね、これをお昼に食べていきます。見てください。はい、沸騰したので、じゃあもうこれ早速入れていきますね。すごいね、この人、世界緑茶コンテストのね、佐々木さんに感謝を込めていただきますということで。はい、じゃあね、こんな感じでね、作っていきます。はい、ということでこれがさっき完成した茶そばです。はい、もうね、あー、もう2食目にこんな主食が食べれるなんて。あともう一個これです。枝豆ちゃんです。枝豆ちゃんとこっちにお茶が入っておりますので、全部緑になっております。手を合わせてください。緑に感謝いただきます。うーん、しみる。朝は本当にきつかったからさ、これがね、あることによってね、お腹が満たされます。じゃあ枝豆も食べよう。うーん、おいしい。いい感じですよ、意外と。一日だったらね、頑張れるけど、これが毎日だったらきつい。本当はさ、チョコレートとか食べたいからさ、本当はチョコレートの方が食べたい。じゃあそば本当に食べてほしい。さっきのやつ食べたらコメント欄で連絡してください。じゃあね、また夜ご飯で会いましょう。バイバーイ。はい、マリンです。お昼ご飯がやってまいりました。赤色のお昼ご飯はまずこちら、辛ラーメンになりました。私辛いのが苦手で食べれないんですけど、それをメンバーに言ったら、これを食べてきてって言われたので食べていきます。これとお菓子系を買いました。次は赤っぽいお菓子系をちょっと選んでみました。食べていきたいと思います。辛い系のラーメン初めて食べます。うわ、これうわ、無理な気がする。めっちゃ真っ赤。これ匂いがもうきついです。本当に辛いのから人生避けてきたので、なんか罰ゲームみたいになってるんですけど、食べてみたいと思います。いただきます。あ、辛い。こんなに辛いもんなんですか。鈴鹿も辛いもの食べれないって言ってたんですけど、これは食べれたって言ってて、え、じゃあマリもいけるなと思って買ったんだけど、やばいぞこれは。まあでも頑張ります。みんなも頑張ってるのでね。一番避けてた赤を当たっちゃって、辛いものが食べれないから、これ本当に無理かもしんない。あと一口です。
ラストです。本当に頑張ってる。ラスト食べます。いただきます。辛い。見てください。頑張りました。本当に頑張りました。これはやばい。多分もう私は食べません。辛い。待って、喋れない。どうしよう。ちょっと水を本当にいっぱい飲みたいのでこの辺で終わります。ではこの後夜ご飯は3人で合流して食べたいと思うので飛びます。どうぞ。はい、はい、ということで今日の夜になりました。夜でーす。やっと終わる。やっと終わる。みんな何持ってきた今日。私は青のものがなさすぎて、ね、そうだよね。チョコミントアイスです。あー、いいなー、いいなー。アイスでもね、主菜が食べたいよね。アイスしか食べてない。間違いない、マジで。ご飯が食べたい。確かに。今日持ってきたのはキウイとマカロニ。マカロニ。あとは今日は主菜があります。みーさん。赤いのいいな。いいの。じゃあ私はまずこちら。お茶いいな。お茶飲めるのか。ピスタチオアイス。あとこれです。うわー、おいしい。ブロッコリーです。せーのがさん、はい、いただきます。イエーイ。最後ラストラスト。ラストです。よっしゃ、辛かった。マジでもう麺とかで食べたすぎる。どうだった2人は。スーカ何食べたの。アイス。あ、そっか。マリカはアヒルは抹茶のおそば。そばなの。いいな。超美味しかったよ。絶対美味しいよね、それは、うん、それがなかったらシュートマジで。確かに確かにね、野菜だけになっちゃうよね、マリカ。赤結構良くない。うん、当たりだったかもしんない。変わんないやん、辛いの以外はね。これめっちゃ似合いますね。いい匂い。そう、めっちゃいい匂いする。アイス外れなくない。ないね。ないけど、考えて朝起きて豚肉に食べてじゃあ、黙々と食べていきます。はい。ラスト一口いただきます。どうぞ。いっちゃってください。頑張ったね。ごちそうさまでした。うん、アイス終わり。 おめでとう。あ、で、なんか誰か来た。おはよう。おはよう、お疲れ。めっちゃうまそうなんですってね。それ赤ですか。はい、赤です。それ赤なんだ。赤なんだ。うん、赤。怪しいですよね。皆さん、静かにしてください。ラストです。うん、頑張れ。ラスト一口。どうも。手を合わせてください。はい、せーのがさん、はい、ごちそうさまでした。どうだったみんな。結構辛かった。辛かった。確かにね。はい、え、きつかったの。きつかった。チョコ食べたかった。でもさ、1日だからまだ行けたくないみたいな。そうなの。これ1週間って言われたら。そう、やばい。一回やりたい。じゃあ次は3日1週間で、うん、はいはい。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、無駄な天才、よろしくお願いします。バイバーイ。